そうですね、楽曲提供は、まあ、こんなアーティストがいてこんな感じの曲が欲しいんだけどっていうところから始まって、でまずはまあざっくりですね、骨組みを作って聴いてもらって、で徐々に煮詰めてって、でそれで最終的にはまあ歌い手さんの機器に合わせて、まあ、歌詞以外のアレンジとかも含めて、作り込むというところまでやりますね。そうですね、アレンジは、歌と、まあ、伴奏のギターピアノ、あるいは大雑把なアレンジのされたデモがありますので、それをもとにしてあとは制作サイドが、まあ、こういう感じのサウンドにしたいんだけどっていう意向をだいたい言ってきますので、それに即したアレンジを、まあ、自宅でパソコンで作り込んで、であとは先方とやり取りしながら煮詰めていきますね。だいたいミックスの前段階まで、ベース演奏とかギター演奏とかそういったことも含めてやってしまう場合が多いです。 BGM 制作は、まあ、こんな映像があって何秒ぐらいでこういうサウンドをつけてくれっていう依頼が多いですので、まあ、それに向けて作るんですけれども、やはり難しい点は、歌物とかと違って真ん中のメロディー、これが映像になりますので、音楽で聴いた時に、まあ、変な話ですけど成立しない方がいいんじゃないかなという印象ですね。そういった真ん中のメインのものを抜いて作るという難しさがありますけども、映像にリンクして出来上がった時の面白さはないですね。大体の場合はミックスダウン、カンパケまでやる場合が多いです。そうですね、僕の場合はサウンドプロデュースということをたまにやるんですけれども、まあ、例えばアーティストがこういうアルバムを作りたいっていう依頼があったとすると、まあ、どんな感じの曲をまず収録するのか、それからアレンジはどんな感じにするのか、でアレンジと譜面の手配、まあ、自分でやってしまうこともあるんですけども、それからミュージシャン選びとか、あるいはリハーサル、録音スタジオ、ミックスマスタリングのスタジオとか段取りとか、そういうところまで決めて、場合によっては予算管理までする場合もあります。